次は、草タイプの猿ノリの進化系です。僕が考えたのは2段階目が猿の助、タイプは草で特性侵略14レベルで進化します。で、隠れ特性は自信過剰で相手を倒すと攻撃力が1段階上昇します。で、最終進化がマンドンキーで、タイプに悪タイプが追加されます。マンドンキーのモチーフは顔がマンドリルの顔を意識してて、で、体がちょっとゴリラっぽいようなガッチリとした体を持ってて、で、頭の上についてる葉っぱはちょっと分かりづらいんですけど、なんていうんですかね、あのハワイとかのモミジみたいな葉っぱ、ああいう南国にある あんな感じの葉っぱですね、イメージ的には。車についてですね。あ、そうですタイマーの感じですね。そんな感じですね、はい。で、固有技でウッドホームランっていう技を使えるようになり、これは草技初の一撃必殺技です、ね、まあ、ホームランやな、はい。まあ、頭についてた、ここ重要ですね、まあ、棒が猿之助の時に手に持つ棒になって、最初にかマンドンキーの時には、まあ、バッとなります。結構パワーアタッカーみたいな感じなんで、多分攻撃が高くて、で、素早さがそんなに高くないと思うんですけど、その分攻撃が 高くあってほしい感じですね。以上です。はい、あ、で、私のですね、ゴラミングと言います。ゴラミング、こいつは、まあ、モチーフはゴリラですね。で、猿ノリの頭のあれがこう耳に来とると思われてんの。こう一応後ろにこうついてるんです。こんな感じで、でっかいのか。で、まあ、この股間のとこは草の葉っぱで隠してあって、体は、まあ、上半身はムキムキで、タイプは草格闘です。固有技が普通にドラミングで、相手の攻撃を一段下げて自分の攻撃を一段階上げるっていう、で、特性が圧倒的存在。相手の効果によって PB を減らされないという、まあ、意外に微妙という感じ。続いて草タイプの最終進化は、まず名前から言うとサルマックス。で、タイプは草と岩タイプ。ありそう。で、まあ、サルマックスの由来っていうかモチーフにしたのは、まあ、かの有名なあのベイマックス。あんな感じの姿をしている、そんな姿をしているやつが最終進化。で、まあ、あの木の枝みたいなのが持ってったやつが、まあ、最終的には丸太になってドスーンと構えてる、あ、まあ、あの丸太になる、あのちょっとヤンキーとかね、溶接やバズラみたいな、あのローブ神みたいな感じのあれになるっていう感じで、で、まあ固有技がメテオストライク。めっちゃかっこいいね。で、まあめっちゃ中二感、中二感がそそられるんだけど。で、まあ岩タイプっていうこともあって、まあ、あの大きい岩を、まあ、相手にボガーンって当てて、で、相手を急所に当てて、まあ急所確定のいい技ってこと。そうまあそんな感じで、特性はおいおい説明します。え、これは一体ゴリラなの猿なんだ。ベイマックス。終わったわ。